はい。今回はですね、会員専用サイトに載せるコンテンツの中から、ブログ記事というものについてお伝えしていきます。で、まあ、ブログ記事というものはどういうものを書くかっていうと、基本的には役立つ情報を発信します。で、誰にというと、もちろん会員の皆様にということですね。役立つ情報を発信していきます。例えば、まあ、役立つ情報をね、毎日毎日更新できないよという方は、質問ですよね。 ではコミュニティの中でお客さんとの、ね、接触の中で質問とか疑問というものをいただいたと。それにブログ記事とかですね、まあ、動画で話してもいいとは思いますけれども、質問への回答を記事にしてあげるということですね。あとはノウハウですよね。その所属している人たちが喜ぶような悩みを解決するようなノウハウとか、まあ、メソッドなんかをこうまとめて記事にしてあげるということになります。 またコラムとか日記ですね。これは役立つというよりも、あなたの人間性とかキャラ立ちに近いところですね。例えばプライベートな情報、どっかに行ってきましたよ、旅行行ってきましたよ、とか、家族とこういうところに行きました、とか、家族こういう時間過ごしました、とかね、あるいは趣味のなんか楽器ですよ、とかね、ヨガに行ってきました、とか、そういうふうなプライベート感をこう出していくというのはコラム日記になります。 で、これも、やっぱね、その、例えば、8割これではいけないと思いますけれども、2割とかのね、部分でこういったもの、要素をね、出していくっていうのは、そのね、コミュニティの仲良しっていうねな、関係性を築くためにはね、必要だと思いますので、活用してみてください。あとは告知ですね。で、これはまあ、ノウハウをお伝えするとか、役立つ情報っていうよりは、新たななんか企画とかがあったら、ブログ記事にして、こういうね、例えば、座談会を行うとか、セミナーを行いますよっていうふうに、告知として、ブログ記事を書いてあげると、 その中でね、また会員さんの中から申し込みが入ったりすると思いますで。これは前提で売り込むとかではなくて、役立つ情報で参考までにどうぞっていうようなスタンスでですね、記事を更新してあげる。そうすると、また会員さんの中から新たな商品とか、新たな、ね、企画に参加してくれるっていうことが起こりますので、ぜひブログ記事をそういった意味でも活用してみてください。